字の輝きは1995年に公開された小畜株式会社配給の映画である。折原美との同名少女小説が原作。監督は朝原雄三、高橋由美子主演作品。また字の輝き映画編と題した映画のシナリオブックもティーンズハートより刊行された。後に作者自身の手で続編小説。 字の輝きにと共に、コミック化される。春。私立高校の看護科2年、神崎ゆいかは、実習先の和製大学附属病院で偶然、中学時代の同級生、森谷俊一と再会する。バイクで事故を起こしたため入院していた。彼は、床が中学を転校するまで片思いしていた、相手だった。中学時代から陸上に打ち込み、高校進学後、 陸上のインターハイで走り、高飛びの記録も持っていた春地だが、床に知らせず、夏に再入院していた。骨の癌と言われる骨肉腫を患い、それが肺にまで転移していたのだ。床の実習の合間に王世を重ね、互いの思いを確認するも、春地の命は残りわずか。悲惨な姿を見られたくないが、子、遠ざけられた床に、クラスメートが告げた。 生命はその人だけのものだけど、その人限りのものじゃないよその言葉に背中を押され、ゆかは、春地を見守り、その島で支え続けていくことを決意。そんな中、ゆかがたびたび相手をしていた、白血病の少年が急成し、あなたは、字の輝きを見たことがありますかバイ、神崎ゆか第一作で、小学生だった、春地の妹、森谷綾が主人公。 看護学校一年、森や彩は、兄の恋人だった、神崎由いを追って看護婦を目指している。その由うは、現在、綾の実習先でもある、大学附属病院の救命救急センターに勤務。3ヶ月の実習中、彩は担当している、小児科に入院している少女、愛の兄、人偶然に出会い、自身の兄、俊一との共通点を見つけ、互いに惹かれ合っていく。 看護婦の見習いとして病院を駆けずり回る綾を応援しながら自身も陸上の推薦で大学進学を決めた木。ところがその翌日に交通事故に遭い大腿部を複雑骨折し緊急搬送されてくる。手術によってある程度征服したものの歩くことすらままならなくなってしまった彼を支えたい一心でそばにいる綾だが木に拒絶されてしまう。そして 偶然床が兄の主治医だった大島と付き合っていることを聞いてしまい。生命はとても脆いけど、生命はとても強いよね生命はとても綺麗だね。バイ大島。ありがとうございます。